キラキラ具合超豪華です。そしてこのクールな表情かっこよすぎる。ウルトラレアの畑かかしが出ました。バンダイマニア、バンマニ上陸、りっくんです。いつでもフルスロットル、つぐみんです。ナイバルです。おっ、今日紹介するのはこちら、ディフォルメーションナルト疾風伝忍界シールウェハースです。キャラクターを二等身にディフォルメしたシールコレクションシリーズ、ディフォルメーションにナルト疾風伝が新登場しました。来ましたね。しかも今回はディフォルメーション史上最多のラインナップ数となっているんです。ナルトってさ、もうめちゃくちゃキャラいるじゃないですか、うん、それがもう大量に収録されてるってことですね、うん、そうなんですよ。もうどのキャラクターが収録されているか楽しみですよね、はい、ということで今日は開封しながら詳しく紹介していきたいと思います、はい、それでは早速やっていこう。バンマニ、今回のラインナップはオリジナル書き起こしイラストを収録したニフォルメシリーズ史上最多の全36種類ナルトのキャラクターがシールになって集結しました。おー、めちゃくちゃいますよね、うん、もうなんかこっから見た段階でも、もうコノハの里のね人たちだったり、うん、暁もいる、うん、そして綱手とかもいますよね、うん、もう終盤のナルトとサスケもいますよね、うん、そうなんですよ。もう気になること多すぎる。パッケージは2種類あります。ナルト疾風伝に登場するキャラクターがディフォルメされてたくさんデザインされたパッケージと、ナルトとサスケ2人がまるで戦っているようなデザインのパッケージの2種類ですね。もうどっちも良すぎますね、うん、ちょっと見ていいですか。シールの種類はノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレア、チャクラレア、シークレットの2種類で盛りだくさんとなっております。うわー、チャクラレアってやばいですね。ナルトらしくていいですよね、うん、そうなんですよ、うん、しかもなんと今日は特別にチャクラレアのナルトとサスケの2枚を用意していただきました。いいんですか、はい、やったー、見てー。それではご覧ください。はい、2枚並べてみました。見てください、このキラキラ具合超豪華です。いや、ちょっと動かしていいですか。やべー、もちろんどっからどう見てもかっこいいですね。うわー、いやー、キラキラ。ナルトには陸道戦術、そしてサスケの方はリンネガンと書かれておりますね。しかもね、背景にはね、クラマ、そしてスサノオ完全体が描かれているんですよ、うん、ということは、わあ、もちろんあの劇中のクライマックスを再現してるんですよね。うわー、かっこよすぎる。これはゲットしたい。絶対揃えてゲットしたいです。バンマニ、それでは早速開封していきますが、ただ開封するだけじゃやっぱり面白くないですよね。そうですね、うん、はい、ということでナルトの9尾にちなんで、はい、3×3 の9マスビンゴに挑戦していきたいと思います。きたー、よっしゃー。ここに 3×3 のマスを用意したので、はい、このマスの中に出したいシールのキャラクターを書いていきます。おー、はいはい、そして開封して出たキャラクターに丸をつけていって、うん、ビンゴをした人が勝ちというルールになっております。はい、ではまずこちらのビンゴカードを作っていきましょう。はい、私たちのビンゴカードはこんな感じになりました。僕は自分の好きなキャラをいっぱい描きました。まず山中井の、はい、僕がナルトで一番好きな女性のキャラクターです。そこから始まり、まあね、ロークリーだったりマイトガイだったり、もう僕とね同じ色ですよね。ロークリーとマイトガイといえばもう緑ですもんね。はい、こちら入れてますし、まあカカシもね緑ですし、で他にも、まあ、トビ、まあ、暁のキャラクターもね何人か入れまして、オロチマルも入れております。うん、はい、私のビンゴはこんな感じです、うん、おー、はい、ちょっと待って、上すごくない、伝説の3人を揃えてる。そうです、はい、もう伝説を書きました。あ、はい、で真ん中はまあおなじみのこの7班の3人ですね、はい、っていう感じになりますね。あ、お
って一緒だ。真ん中の列被ってますね。あなたたち一緒だ。仲良し。仲良しですね。仲良しな感じになってます。はい、はい、私はもう第7版を中心にたくさん書いて、うん、あとはもう木の葉の里のキャラクターで埋めてみました。ナルトの上に鹿丸、そして下にネジがいるっていうのがちょっといいですね。そうなんです、分かってる分かってる、胸熱いいですね。ということで早速開封していきましょう。はい、それでは早速開封していくんですが、はい、まあまずは手を消毒していきましょう。あー、そうですね、はい、はい、チャクラを、はい、摂取してますね。あ、じゃあ僕から選びます。はい、もう強いやつここかな。私はこっちから取ろうかな。はい、じゃあもう直感でこれでいきます。はい、はい、私はもうね、見えてますから。見えてますよ、役が。もちろん。じゃあこれにしたいと思います。はい、では一人ずつ開けていきます。はい、まず僕から開けていきます。すいません、開けますよ。いくぜ。来い。何かな。おお、早速いいやつ来た。はい、僕はウルトラレアの畑かかしが出ました。やったー。もう一番好きなキャラクターといってもね、過言ではないくらい畑かかしが大好きです。おなじみの雷霧をですね、放っております。バチバチバチっていうね、エフェクトがありますね。そしてウルトラレアということでキラキラ光っております。いいですね、固めの車輪眼になっております。裏面はこのようになっております。ナルトっぽいちょっと巻物風の感じになっておりますね。はい、プロフィールが書いておりまして、今度こそあいつらを世界を守る、はい、終盤の畑かかしのセリフですね。先生らしいセリフありがとうございます。はい、ということでビンゴに戻ります。僕は畑かかし書いてますね。すいません、いただきます。私も畑かかし書いてます。何、わー、いいな。ありがとうございます。まあ、とりあえず丸つけましょう。とりあえず1個埋まりましたね。ということで、じゃあ次は、はい、じゃあ私が開けます。はい、いや、ちょっと先に1個丸取られたから私もちょっと出したいな。いきなりウルトラレア出てるんでね。はい、おー、はい、はい、私はノーマルのサイが出ました。いや、サイといえばこの鳥獣ギガを放っているこのポーズ、かっこいいですね。後ろにもちょっと墨が飛び散ったようなデザインになってます。そしてこのクールな表情、かっこよすぎる。裏面には人は変わるなら僕もそうだと、このサイのセリフが書いてあります。いや、この激アツなセリフ好きだったな。これはめちゃめちゃ嬉しいです。ビンゴに戻りましょう。ということで、はい、私はサイ書いてるんですよ。嬉しそう。ありがとうございます。ということで、サイに丸をつけると、あとは真ん中のナルトを出せばビンゴです。で、今リーチ、リーチです。ナルト当てたいけど、そうなるとビンゴの人が出てくる。うん、そして僕はナルト書いてない。私はナルト書いてるからな。そうですよね、当ててほしいな。もう次で当てます。いや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 、お任せください。じゃあお願いします、ナルマルさん、当ててください。ナルト、いやそう簡単にうまくいかない。なるほど、どういう表情だ？どっちだ？はい、私は春の桜が出ました。スーパーレアでキラキラしております。デザインもちょっと和風なデザインになっていて、これは今から攻撃しようとしているのかな、もうシャンナローっていう声が聞こえてきそうですね。はい、裏面はこんな風になってます。はい、ということで私はさくらちゃん描いてるので丸です。私も描きました、はい、お、じゃあ丸つけていきましょう。なんだこれは。はい、では1回目の開封が終わったところでウエハースを食べていきたいと思います。やったー、はい、いただきます。はい、味はココアクリーム味と入っております。はい、いきます。うん、おいしい、うん、安定の美味しさ、うん、ということで、それじゃあ2巡目やっていきましょう。はい、はい、僕はスーパーレアの春の桜が出ました。何気にね、見てください、第7版が揃いつつあります。あ、いいな、ナルトとサスケ欲しいな。でもね、これビンゴに書いてないんですよ、僕。なんで丸はつけられないですし、かぶりですもんね。うんうん、つぐみ、はい、お願いします。聞きます。は
い、私はレアの被弾が出ました。うわー、もうこの相変わらず目力やばいですね。半端ないです。ヤシカマルとの激闘を思い出しますね。裏面にはすでにてめえは俺に呪われたという被弾のセリフが書いてあります。恐ろしい忍術だったな。今回は誰も書いてないんだ。いやちょっと待って、惜しい。パクス書いてたのに。いやー、書いておけばよかった。ということで選びます、はい、ノーマルの点々が出ました。こちらです。うわー、ちょっといいですね。僕ちょっとリーを真ん中に書いてるんで、うん、ちょっと関連性のあるキャラで書こうかなと思ったんですけどいや、いっぱい武器が飛んでるようなデザインになってて、うん、出なしですよね。かわいい。では続いて3巡目開けていきましょう。はい、さっきからね、こっちばっか選んでるんですけど、うん、こっち選びます。おー来い。おー、待って。うん、はい、僕は綱手が出ました。好きね、ちょっと見てください。桜当てたんで見てください。この指定関係懐かしいですね。うん、両忍術が使えるようになったのは綱手のおかげです。はい、いいキャラクターが出ました。ただ書いてないですね、はい、ちょっと嬉しいな、私書きました。あ、はい、やったー、やっと2つ丸はい、私はノーマルの勘九郎が出ました。おお、勘九郎出たじゃん。出ました。いいな、ちゃんとイラストにチャクラのね、糸が描かれてますね。はい、おー、かっけー、かっこいいです。ただですね、私また出てません。みんな出てますか？あ、書いてない。書いてない。そうそう、砂隠れの里のメンツを書いてない、ね、書いてないですね、私も、はい。はい、私はレアの格図が出ました。おお、怪しい雰囲気だから、なんかいいですね。いや、ちょっと暁は暁だけで集めて並べたくなるよね。そうですよね。いや、これは欲しい。そしてすいませんね、まさか僕は格図書いてます。あー、しまった、はい、書いちゃいますよ。出て嬉しいけど、そっか、ナルトとの激闘思い出すんで、やっぱりかっこいいです。はい、はい、僕はサイが出ました。ちょっとビンゴに戻ると、そうですね、もうすでに登場してるんで、まあ、出てる、はい、はい、ノーマルの秋道長治が出ました。そうですね、背中にチャクラの羽もちゃんとついてます。終盤でね、大活躍してたんで、うん、いやいいですね、羨ましい、はい、ちょっとですが、はい、ビンゴにはいません。ちょっとリーチにならず、はい、悔しい。押し書き、キサメが出ました。いや、やっぱりキサメといえばイタチとマンセル組んでたじゃないですか、うん、ね、イタチも集めたくなりますね。そうですね、うん、なかなかいいキャラだったんですよね。うん、そうなんですよ。いいキャラといえば、はい、見てください。しまった。はい、キサメ書いております。あ、私も書いております。 ありがとう。埋まっちゃった。ありがとうございます。ライマルが開けたのに、ライマル以外が埋まるということで、いただきました。くぞ、はい、やったー、リーチいただきました。お、リーチリーチなってるじゃん、やばい。ありがとうございます、ライマルさん。はい、僕はレアのデイダラが出ました。やっぱ芸術は爆発ですよ、はい、爆発のキャラといえばデイダラをね、連想してしまうくらい印象的なキャラクターですよね。いや、書こうかなって思ったんですよね。いやー、残念。はい、誰も書いてないですね。はい、はい、はい、私はスーパーレアの綱手が出ました。あー、いいな。はい、私はウルトラレアの畑かかしが出ました。おー、いや、何枚あってもいい、うん、高橋先生は。はい、僕はノーマルのヒューガひなたが出ました。あー、ひなただ。白眼使ってるのに当てなかった。そう、そうなんです。おー、これさ、裏のセリフめっちゃいいね。私はナルトくんが大好きだから。うわー、名シーンですね。名シーンだー。はい、ただ、誰も書いてないです、ね。わ、惜しい。ネジ。あ、ネジ書いてるの。そうか、惜しいですね。惜しい。同じ。はい、私はノーマルの犬塚牙が出ました。はい、ちゃんと横に相棒の赤丸もいます。いいね。はい、ちょっとここに来て日向と牙が出るっていうね、うん、関連性のあるキャラが出たね。はい、うん、誰も書いてないか。書いてないですね。はい、私は
ちょっともう見せられないシークレットが、シークレット出ちゃう、シークレット出たの、うん、うわぁ、やばい、激アツすぎる、出ちゃいました、嬉しい、これはということで次僕が開けます、うん、はい、はいはい、僕はレアのサソリが出ました。サソリだ、デイダルとサソリが揃いました。嬉しい、これはいいな、いいですね、砂隠れの里を襲撃したコンビですね、この恐ろしいコンビ、もう最初見た時衝撃的でしたね、はい、お願いしますビンゴはね、誰も書いてないんで、もうお願いします。そうですね、はい、私はレアのデイダラが出ました。おお、サソリに続いてデイダラ、はい、出ました。暁の流れが来てる、はい、来てますね、うんうん、ノーマルのヒューガひなたが出ました。僕はね、もうシャリンガンとか言ってるんで、そろそろね、内派一族のキャラも欲しいですよ ね、 まあビンゴに書いてないんですが、うん、ちょっと見たいですね、はい、開けます。お、なんだ、あー、はい、レアのコナンが出ました。いやー、コナンだ、いいですね、はい、冷静沈着なキャラクターが出ましたね、これはペインも欲しくなっちゃいます、うん、はい、ただ誰も書いてない、書いてないですね、おー、はい、はい、私はまたまたノーマルの秋道長治が出ました。おー、はい、レアのコナンが出ました。はい、どうしよう、前から失礼します。お、いきます、うんうん、勢いよく開けまして、パカ、おお、待って、これ誰か書いてそうな感じがするぞ。僕はスーパーレアのシカマルが出ました。いいですね、俺が信じてるのは火の石だ。アスマとのね、エピソードが最高なんですよ。ビンゴに戻りまして、誰か書いてましたね。はい、はい、おお、ありがとう、書いてましたね。よし、じゃあ丸つけましょう。丸、はい、と、なぜ俺は書かなかった、うん、ここでリーチが来ました。おと、はい、流れが良くなった。私がトリプルリーチです。やばいぞ。あー、じゃあツーミン、はい、お願いしますよ。もうビンゴが近くなったということで、うんうん、もうウキウキですね、これは。もうね、はい、もう何が出てもビンゴですよ、私多分これ。早速じゃあ開けまーす、はい、来いビンゴ、ここで決めるぞ。うん、はい、私はまたまたレアのヒランが出ました。おー、はい、おー、はい、レアのサソリが出ました。はい、こっちだ、いきます、うん、これだ、これだ、何、おお、待ってきた。はい、僕はノーマルのヤマトが出ました。いいですね、加賀先生と違ってちょっと厳しい感じの体調だったので、うん、はい、嬉しいですね。このね、木遁のね、忍術使えるっていうのがいいですよ、僕大好きなキャラクターです、うん、ということで、大好きなキャラクターということで、僕はしっかり書いております、ヤマト。はい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 、私も書いてます。え、しかも、あ、キュ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 ッとね、ビンゴー、イエ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 イ。俺リーチで今盛り上がってきたとこなのに任務完了ということで、勝者は、なえまるさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに何が揃いました？はい、私は、かかし、さくら、やまとが揃いました。それは僕の当てたやつで揃ったんですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。バンダイマニア、今日は、ニホルメーションナルト疾風伝忍界シールウエハースを紹介しました。はい、ということで、たくさん開封しましたね。あ、久しぶりこんなに開封したの、めっちゃ楽しかった。楽しかった。いいですね。いや、満を持してね、ニホルメにナルトが登場したということで、うん、もうずっとテンション上がってたんですけど、最高のラインナップですね。最高ですね、本当に。これだけキャラクターがいっぱいいると集めがいありますね。いや、ナルトって本当にあの魅力的なキャラクターがたくさんいるから、うん、もうね、ラインナップで上がるし、こう出てきて上がるし、もう最高ですよ、うん、もうどん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 開けたくなっちゃう、はい、うん、あと開封の時にビンゴっていうのもやっぱ楽しかったし、今までシールウェハースってやっぱ一人で開封することもあったから、こうゲーム形式でビンゴでやるのも面白いなと思いました、うんうん、皆さんもぜひ手に入れて開封してみてください。ニホルメーションナルト疾風伝忍界シールウェハースは現在発売中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。